そうそう、モナリザを見に行かずに、大セザンヌ展を見に行きました。ちょうど同じ頃、大セザンヌ展を西洋美術館で見ました。皆、モナリザに行ったので、セザンヌ展はガラガラでした。思う、存分鑑賞できた記憶があります。セザンヌの絵は、発色が良いですね。もちろん本物ですよ。画集では、あの色を再現しているものはないですね。話があっちゃ、こっちゃ、ですみません。 ここで何を言いたいのかと言いますと、現代ですよ。現代。ネット、ネット。ネットはその色が再現されています。インターネットは、すごいですよね。素人の撮影は別ですよ。Wikipedia とかで画家を検索してみてください。素晴らしい色彩です。高画素数を選べば、それは、それは、良い色合いです。40年前再現できた画集などなかったのに、パソコンで見れば、 あの色が再現されているではありませんか。良い時代です。芸大は三郎で諦めました。退治を抱いた田舎の青年が挫折した。よくある話です。以後、私はサラリーマン生活です。60歳まで勤め、定年で辞めました。芸術とは何の関わりのない生活を約40年間過ごしてきたわけです。定年後、 久々に昔を思い出しへでも見てみようかと思い立ったのがきっかけです。そんなに皆さんと差があるわけではありません。ご安心を。難しいことなど何もないですからね。大丈夫ですよ。私がこの数年間で得,得した絵画鑑賞の仕方、方法をぜひあなたにも紹介したいです。楽しいですから。これには本物を見るために美術館に行く必要はありません。 パソコンとできたら画像処理ソフトがあれば最高です。スマホでも良いですが、少し画面が小さいかなまあ良いや。私と一緒に絵画の面白い世界に旅立ちましょう。